その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられたすると大勢の群衆がそばに集まってきたのでイエスは船に乗って星を降ろされた群衆は皆岸辺に立っていたイエスはたとえを用いて彼らに 多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出ていった。まいている間にある種は道端に落ち鳥が来て食べてしまった。ほかの種は石だらけで土の少ないところに落ちそこは土が浅いのですぐ芽を出した。 しかし、日が昇ると、焼けて、根がないために枯れてしまった。他の種はいばらの間に落ち、いばらが伸びて、それを塞いでしまった。ところが、他の種は、良い土地に落ち、実を結んで、あるものは百倍、あるものは六十倍。 あるものは「にもなった。耳のあるものは聞きなさい」。弟子たちはイエスに近寄って「なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですか?」と言った。イエスはお答えになった。 あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。だから彼らには例えを用いて話すのだ。見ても見ず。 聞いても聞かず理解できないからである。イザヤの予言は彼らによって実現した。あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり目は閉じてしまった。 こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず、悔い改めない。私は彼らを癒さない。しかし、あなた方の目は見ているから幸いだ。あなた方の耳は聞いているから幸いだ。はっきり言っておく。 多くの預言者や正しい人たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができずあなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのであるだから種をまく人の例えを聞きなさい誰でも 三国の言葉を聞いて悟らなければ悪い者が来て心の中にまかれたものを奪い取る道端にまかれたものとはこういう人である石だらけのところにまかれたものとは三言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが自分には根がないのでしばらくは続いても三言葉のために 難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人である。いばらの中にまかれたものとは、みことばを聞くが、世の思い煩いや富の誘惑がみことばを覆い塞いで実らない人である。よい土地にまかれたものとは、みことばを聞いて悟る人であり、 あるものは百倍あるものは六十倍あるものは三十倍の実を結ぶのであるイエスは別の例えを持ち出して言われた「天の国は次のように例えられる」「ある人がよい種を畑にまいた」 人々が眠っている間に敵が来て麦の中に毒麦をまいていった目が出て実ってみると毒麦も現れたしもべたちが主人のところに来ていった「旦那様畑にはよい種をおまけになったではありませんか?」 どこから毒麦が入ったのでしょう主人は敵の仕業だと言ったそこでしもべたちがでは行って抜き集めておきましょうかと言うと主人は言ったいや毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない 刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れの時まず毒麦を集め焼くために束にし麦の方は集めて蔵に入れなさいと刈り取る者に言いつけよう。イエスは別の例えを持ち出して れらに言われた。「天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけばどんな種よりも小さいのに成長するとどの野菜よりも大きくなり空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。また別の例えをお話になった。 てのにはパンダネに似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜるとやがて全体が膨れるイエスはこれらのことを皆とえを用いて群衆に語られたとえを用いないでは何も語られなかった。 それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった私は口を開いて例えを用い天地創造の時から隠されていたことを告げるそれからイエスは群衆を後に残して家にお入りになった すると弟子たちがそばに寄ってきて「畑の毒麦の例えを説明してください」と言ったイエスはお答えになった「よい種をまく者は人の子畑は世界よい種は三国の子ら毒麦は悪い者の子らである」 毒麦をまいた敵は悪魔。借り入れは世の終わりのことで、借り入れるものは天使たちである。だから、毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそうなるのだ。人の子は天使たちを遣わし、つまずきとなるものすべてと不法を行う者どもを、 自分の国から集めさせ燃え盛る炉の中に投げ込ませるのである彼らはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろうその時正しい人々はその父の国で太陽のように輝く耳のある者は聞きなさい 天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払って、その畑を買う。また天の国は次のように例えられる。 商人が良いい真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払いそれを買うまた天の国は次のように例えられる網が湖に投げ下ろされいろいろな魚を集める 網がいっぱいになると人々は岸に引き上げ座ってよいものは器に入れ悪いものは投げ捨てる世の終わりにもそうなる天使たちが来て正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け燃え盛る炉の中に投げ込むのである 悪い者どもはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。あなた方はこれらのことがみなわかったか。弟子たちは「わかりました」と言った。そこでイエスは言われた。 だから、天の国のことを学んだ学者は皆自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ているイエスはこれらの例えを語り終えるとそこを去り故郷にお帰りになった。 いいでおえててられると、人々は驚いていった。「この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろうこの人は大工の息子ではないか母親はマリアといい兄弟はヤコブヨセフシモンユダではないか?」。 姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないかこの人はこんなことを全て一体どこから得たのだろうこのように人々はイエスにつまずいたイエスは預言者が敬われないのはその故郷家族の間だけである といい人々が不信仰だったのでそこではあまり奇跡をなさらなかった。